今日は慶応大学3年の石本奈々子さんに密着していきたいと思います。奈々子さんはミス慶応 SFC でグランプリを受賞されているほか、カエルの研究やカヌー部のマネージャーなどの活動にも取り組んでいるということで、そんな超多忙な就活生の一日に密着していきます。おはようございます。おはようございます。自己紹介お願いします。はい、慶応義塾大学環境情報学部3年の石本奈々子です。よろしくお願いします。お願いします。今日の予定を教えてもらってもいいですか？はい、今日は、1限から授業があるので、1限2限と授業を受けてから、もうちょっと軽くご飯を食べて、カエルの研究室に行って、で次にはエントリーシートを書いて、その最後に OB OG 訪問をしていきたいと思います。はい、その後は、友達とご飯に行ってきます。はい、わかりました。はい、今日も一日よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、これが時間割りです。時間大丈夫そうですか？やばいです。あと25分に始まります。25分に始まる。あと4分。じゃあ海の方頑張ってください。行きます。週4ぐらいで。週4で学校行ける？部活はマネージャー週3ぐらい。マネージャー週3。何のマネージャーですか？カヌーです。カヌー結構大変ですか、マネージャー？そうですね、缶詰期間とか、もう寮から出ちゃいけないっていう期間はもうほとんど毎日でした。毎日ある。特に夏休みとか。はい、朝練とかもある？朝練もあります。平日は朝練で朝の5時と6時半ですね。カエルの研究はどういう経緯でやることなんですか？自分は高校生の頃からやってて、高校生の時に通信制の子とあったんですよ。で、何か自分に熱中することやりたいなって思って、緑がめっちゃ好きなんですよ。緑色を想起させる生き物を研究したいと思った時に、一番最初にカエルだってなっちゃったんですよ。全然いなくないですかそれ。なのでカエルやろうってなって。今個人で研究室されてるってことですか？カエルの研究室は基本的個人ですね。めっちゃいろいろやってますね。なんかミスコンもやってますね。あ、そうですね、去年ミスコン活動もやってました。それはなんかどういうきっかけでやることになったんですか？最終的には自分でエントリーしたんですけど、ミスコン運営の代表の方とつながってて、入れてみたらっていうのがきっかけですね。なんか自分は新しいことに挑戦することが好きなので。とりあえずなんかやってみようみたいな。はい、そうです。じゃあ2限も、はい、行ってきます。学食めっちゃ美味しそう。就活の状況ってどんな感じですか？私まだエントリーシート書いてる段階です。エントリーシート、じゃあ夏インターンとか行ってない？冬インターンとかからやり始めたいな。冬から応募しようかなみたいな感じで今探してる。はい。通信のものは、はい、なんで通信を選んだんですか？まずは、高速っていう概念が苦手なのと、一人で、いろんなことをやりたかったんです。なんか、とらわれたくなくて。通信だと、自立性だったんですけど、自分で好きな駒を取れる感じで。え、そうなんですか？だから、自分に合ってる、なんか自分が取りたいものを取って、勉強好きに勉強できる環境が、とても合っていたというか、逆に、通信ってなかったら、カエルの研究してて、多分今 SFC にはいないと思います。なんかその、いろいろやってるじゃないですか。はい、高校の時とかも、どういうことされてたんですか？高校2年生の時が多分一番活発的に引っ張ってというか、香港に行って世界を学ぼうみたいな。香港に行って世界を学ぼう。高校生です。思って香港大学とか見学したり、香港で働いてるフィリピンの家政婦さんたちに、なんで香港を選んだのかとか、そういうのを聞いたり、じゃあ実際香港に行った後に、2週間後にフィリピンに行って、現地の人に聞いてみたりとか、そういう、めっちゃいろんな行動をしてたというか、高校2年生の時はすごく飛び回ってました。飛び回ってました、はい、海外海外は飛び回ってました。その
モチベーションってどこから来てるんですか？高2の時にこの SFC に行きたいっていう思いがあったので、とりあえずもう気になったことがあったら、うん、とことん行動してました。今実はそのいろいろやってるのはどういう理由か、こんないろんな活動をされてるんですか？体育会入ったのも、うん、通信に入ってできなかったんですよ、うん、学生っぽいことをしてなかったから。確かに体育会とかそういう組織に入ってみるのも、うん、一つの青春になるんじゃないかなって思って、うん、体育会とか入った。すごい可愛い研究室です。研究私もなんか私の思ってた研究室と全然違う。ここで靴を脱ぐんですよ。え、そうなんですか？はい。今人がいないんですけど、ここです。ここが研究室です。研究室、カエルの研究室ですね。ここにカエルがいるんです。あとカエル注意って書いてあるで、ここを開けるとたくさんもう今はあれですか、このカエルに愛着を湧いちゃってるの？それとも実験対象として？いや、もう実験対象です。実験対象なんだ。はい、あ、正直普段カエルが飛びついてきたら逃げます。逃げます。はい、実験したら絶対書かなきゃいけなくて、うん、ES って何社ぐらいもう出されました？はい、ですね、1社。1社何で出してるんですか？今広告系。広告1社。めっちゃ強気ですね。もうこれからです、私は。もう今ちょうど5社ぐらい出しそうかなと思ってるので。全部広告ですか？いや、メーカーとかも。広告とか、はい、メーカーとか、はい、あとは IT です。なんか就活していく中でこれが大変とかあります？悩みとか。文書能力がちょっと人より劣っている部分があるので、人にうまく伝える方法とかそういうのをまだ模索中です。はい、喋るのは別に苦手ではない？はい、結構ベラベラ喋ります。ベラベラ喋る、はい、友達とかと一緒にやってます？就活あんまみんな共有みたいな感じではないです。あ、そうなんですね。院に行く人の友達の方が多い。あー、そっか。そっか、じゃあそんなにめっちゃ就活一緒にやろうみたいな友達がいるわけでもないから、そう、なんか就活の正解も分からず、はい、一人で今頑張って模索してるっていう、はい、頑張ってます感じです。今から広告の会社の内定者にお話を聞かせていただきたいと思います。はい、あ、お願いします。お願いします。あの、早速私がちょっと広告系に関してちょっとあの興味があると同時にちょっと疑問があるので、ちょっとお疲れ様です。お疲れ様です。今日はどうでしたか？社員訪問を初めてしてみたんですけど、なんか気軽に話せる関係ってすごいいいなって思って、うん、なんかどんどんこう質問が出てきました。はい、今日これから何するの？これから友達とカフェに行ってきます。そうなんですね。じゃあ楽しんでください。はい、全然ありがとうございました。ありがとうございました。ここで仙台リーからお知らせです。期間限定で ES 添削サービスを無料で実施しています。 ES は添削してもらったら通過率マジで上がるんで、この機会に活用してください。夏こそ頑張ろうと思っている就活生に向けてダイアリーからの応援キャンペーン情報です。ありがたい。この夏限定なので概要欄のリンクを